あ毎週月曜日のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。今日だってもうコズミックエクスプローラーかかってて、はい、フラッシュかかってて、ちょっとしたもうパフュームプチライトみたいになってるからそうよくわかりました。何がかかんの今日は。あとさあ今夜はですね、最新アルバムコズミックエクスプローラーに収録されているベイビーフェイスのような年下が可愛いと思える方程式を研究していくそうです。パフューム6選。Perfume Locks starring Perfume。ラジオネームレモン100個分ぐらい酸っぱい濃いからの依頼。ベイビーフェイスみたいに年下可愛い方程式を研究せよ。年下の男の子、うん、多分ですけど、このパフュームロックスを聴いている生徒のみんなほとんどが私たちから見たら年下の子ですよね。うん、そうですね、そうだと思います、うん、じゃあ今回は方程式ということで、うん、年下×〇〇イコール可愛いとなるような方程式を考えていきたいと思います。うんうんうん、〇〇の中にね、うん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 、私ちょっと一個言っていってもいい？はい、ゆかさん、年下×色白イコール可愛い。かわいい。お姉さん方大丈夫ですか？大丈夫。かわいい。溶けちゃってますか？わ、うん、かるよ。じゃあ、これもいいですか？はい。年下かけるシャツの襟の部分の小さなボタンイコールかわいい。なんか若い子がよく着てるじゃん。そう、シャツに、シャツの襟があって、襟のとこもボタンが小さいのがついてる。あ、止めてるやつね、ボタン。うん、で、襟のとこのギリまでボタン全部止めて。あ、第一ボタンまで締める。パンパンに、首がパンパンになってるの。サイズ。そう、サイズ感まだわかんないんだねっていうところ。わかるわかる。かわいい。ちょっとすごいお姉さん目線からだとこうなるかなっていうのを考えたんだけど。うん、年下かけるちょっとヨボヨボの靴下イコールかわいい。靴下の買い替えるタイミングわかんないかなみたいな。あ、靴脱ぐって今日思ってなかったんだねっていう。わかるわ。かわいいね。ちょっとかわいいなって思っちゃう。めっちゃかわいいわ。年下かける仲良しグループイコールかわいい。仲良しグループ？あれ、ち、大丈夫？喧嘩してんのかな？みたいに思ってたら、うん、実はじゃれてるだけだった。なんだよ、そう。あ、かわいい。確かにかわいい。ずっと見てれる。怖いのよ。なんかね、なんで？ここ何週かちょっと怖いんだよね。ちょっと怖いのよ。だってさ、かなぶん可愛くない？可愛い。可愛いよ。いや、かわいい。かわいいですよ。かわいいよ。なんか、ツンツンしながら言い合ってるけど、結局仲良しみたいな感じ。かわいいよ。恋ちゃんがあれやね、みたいな言ってんのとかめっちゃかわいくない？いや、かなぶん好きや。かわいい。かなぶんかわいい。いとこの男の子あった気分だよね。ねえ。いつも思う。なんじゃろうね。もう切っちゃった。もうかわいい。もうかわいいって。まさにその、よりよりの靴下を履いた。あのシャツ着た、もうかなぶんいっちゃかわいいってことだ。もうそれあれにかなわんいうことじゃない、そういうことになりますね。なるかな、やっぱり履いててほしいもん、もう、よりよりの靴下もう想像できるもん。好きだ、かなぶん好きだ。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ね、このさ、パフュームロックスで人の曲かかることあんまないじゃん。ないよ。かわいくてかわいくて、いや、曲中も話止まんないよ。あれだね、あんた徳島で、チャットのやってるフェスで、対バン最近っていうか、まあ、今年入って2月ね、やったんで、打ち上げとかもね、一緒だったんだけどね、いろんな人がいる中でね、メンバーで固まって、これ美味しそうじゃない、美味しかったよ。こちょこちょこちょってしてる感じとか、すごい小さな声喋ってるね。もっと大きい声喋って、みんなでお皿持ってこちょこちょしてる感じが。後ろ姿可愛くってね。可愛かった。お酒飲んでな。僕そんなに小さくないですよ。でしょうね、真っ赤です。笑顔で話してから。可愛かったね。なんだろうね、本当に。
愛される星に生まれてんだな。そうだね、うん、もう飛び越えて講師になっちゃったからな。そうなんだよな、うちら先輩になっちゃった。先輩になっちゃったからそうか、格的にはそうそうそう、かわいいとか言ってる場合じゃない、うん、ちょっと先生になりたいね。遠山校長だけで作るライナーノーツコズミックエクスプローラーを研究せよ。みんなで作るライナーノーツ企画、うん、これウェブでやってましたね。見てた、やってました。アルバムを聴いて、アルバムの一曲一曲にそれぞれこう思ったとかいうのを、うん、最初は有名な方々に書いてもらって、そこから、皆さんで書いてもらうっていう、うん、一緒に作っていこうっていうやつですね。だからリリース前に、うん、その曲をいろんな人に聴いてもらうってことがまずないじゃん、うん、取材の人だけだったから、うんうんうん、そうね、だからその声がもうすごいなんかドキドキして、ね、それでリリースしたらお客さんの声にもっとドキドキして、そう、楽しいよ、あれ見てますよね、うん、それを何、遠山校長だけだって、一人で、一人で、うん、あ、ナビゲート、これね、ウェブで流れた、コンポで聞いて感じた圧力ある最初のキックの音、ここでもう勝ったと思いました。勝った？広島で始まり秋葉原経由JPN を網羅し海を越えて世界へ、スタートレインに乗り込み行き着く先はまだ誰も到達していないパフュームという宇宙。この前人未到の旅をリアルタイムで体験できることが本当に幸せでしかありません。さあ、僕は今何の曲の話をしていたでしょうか。問題、え、問題なの急に、え、問題だったの。すごい今感動してたのに。すごいね、あんな読み方してるの初めて聞いたけど、うんうんうん、ね、いつも熱が先走っちゃってね。ってことはじゃあ書いてくれたんだね、わざわざ文字に起こしたんじゃん。やっぱすごいね。なんだ、先輩何の曲を言ってたのか、うん、最初ね、キックの音って言ってたのよ。あ、言って力強いキックの音って、コンポで聞いてる。そう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 。コンポって言うって思ったけど、圧力、圧、なんて言ったっけ。さ、曲とか JPN 経て海外へ行ってスタートレインとか言ったよね、うん、そう、スタートレインでその宇宙パフュームはみたいな言ってたよ、うんうん、あ、じゃあちょっと後で答えてみたいな。いいよ。いろんなこのアルバムのタイトルが出たりとか、うんうんうん、キックの音とか言ってたんで、これはコズミックエクスプローラー。正解は2曲目、コズミックエクスプローラーでした。最初のこのね、圧力がやっぱ半端じゃないです。圧力、最初のこのキックの音。これ、これは開けるな。開ける、ものすごい開き方ですから。開けた、あなたたち開いてますよ。あ、私たちが開いている。ありがとうございます。ありがとう、すごい嬉しい。スタートレインに乗り込む者には僕らにはわからない重圧もたくさんあるはずで、たまにはその辺に停車して束の間の休息も取ってもらわないと。休息、体休めて、また心躍らせて、次出発する時もどうかお気をつけて。いや、送り出す、メッセージもらった。さあ、僕は今何の曲の話をしていたでしょうか。送り出されたよ。ライナーノーツなんだよね。お気をつけてって言われたけど、次の旅へ出る時もお気をつけて、お気をつけて。あ、ありがとうございます。やばい、問題だった。これ多分、うん、私思うのある、言っていいですか。ネクストステージ with you。正解は。11曲目、リラックスインザシティでした。意外、そうなんだ。この直前のね、やっぱ曲がそのスタートレインってことで、なるほどね、その直後のリラックスインザシティはどうしてもその張り詰めてるものがね、あんのかなとか思って、やっぱ宇宙をこう旅してる中で、その中でそのちょっとこう心が休まる瞬間、どっかの惑星なんすかね。そう言われたらね、ミュージックビデオもなんかどっかの惑星みたいな感じですよね。リラックスインザシティ、ね、繋がっている、うん、君たちは繋がっているよ。広がっているからの繋がっている、かぶせてきたよ。この広大な宇宙遊泳、もうそこにいるだけですごいのに、ここでさらにブースターで速度を上げて探索を続ける3人。カウント後のシンセの音は
未知との遭遇をしたようで、赤いエマージェンシーランプが点滅するも、それでもまだこのコズミックエクスプローラーの旅は終わることなく、ずんずんと進んでいくのであります。さあ、僕は今何の曲の話をしていたでしょうか。この世界観のギャップがすごいそうだね。だからカウントダウンするって言ったから、そうなんですよ。数曲出てくると思えば、あれかあれなんですよ、多分上の方の曲だと思う。あー、そっちかな、最初そっちかなと思ったが、でもそのエマージェンシーみたいなこと言ってたんであ、助け出してほしい的な。それで言うとやっぱり PV の結構印象的なのかなと思って、走ってさってやってるじゃん、でショーウィンドウの中から助けるじゃん、だからそっちなのかなとも思ったり。あ、でもその多分カシウカが言ってる方の曲って、10から、カウントダウン、していくとこあるよね、なんかカウントダウン後のシンセの音って言ってたよね。出た、その PV ある方シンセの音だっけって思って。確かに、っていうか知らない間にすごい問題解こうとしてる。確かに。はい、正解は、あ、言われちゃう、5曲目、ストーリーでした。そっちだ、よしか。ここまででももう僕の個人的ピークはもう3度ほど迎えてるんですけれども1個曲までさらにやっぱ速度を上げますよね。で、カウント後のそのシンセの音ね、これですよ。はい、これなんですね。はい、これがね、どうしてもその赤いものが見えるんですよ。未知との遭遇だなと、出会ったことのない冒険を続け、最初に聞いた時はすごいブチッと聞いたんだけど、それは分かるわけないんですが、校長が何かを握ってるわけではないんだな。この曲も実はコズミックエクスプローラーの曲だったんですね。こうして聞くと実はこのアルバムのど真ん中を言っている。予告か、予告されてたんだな。気づかなかったよ、畜生。また想像超えてきちゃうよね。さあ、僕は今何の曲の話をしていたでしょうか。想像を超えてね、思った、想像を超えて、だから結構前に出てる曲だから、ときめきライツかな。ときめきライツの中のその冒険してっていう歌詞、旅してたいよっていうじゃん、もうそうだし、でもスイートリフレインも、起こるミラクル、起こせ思い、あれにつながってんだよな。この曲は答えよ、9曲目ときめきライツでした。ときめきか。これ実際ですから、その2015年、去年には聴いてるわけなんですけども、もちろん単体として曲聴いてますから、全然それは分かりませんでした。でも、このコズミックエクスプローラーの中に入ると、これど真ん中ですよね。だから、もしかしたら Perfume の3人はこれ、だ映画で予告編ですよ。ズワン Perfume、ズワンコズミックエクスプローラー、ズワン9曲目ときめきライツ、これは実はコズミックエクスプローラーの上昇であったみたいなこと予告がね。笑っちゃった。ということで、次のじゃあ問題どうかなと思ってますけども、すごい、すごい、すごい、ある、何話せって言ってんの、ちょっと話せ、なんだよ、縛り、なんで縛られないといけないんだ俺が、ちょっとなんでこの乗り物の、せめてちょっと中に乗せてくんないかな、外なの、なんで外側に縛り付ける、貼り付けられてる状態なの、これ危ないって、締め出そうとしてる、体験とかでの息の吸い方わかんねえからさ、ほら良くないよ、俺曲がりにもおさやらしてもらってんすよ、校長の、なんだよエンジンこれつけてるやつは、嘘、ちょっと待って、笑っちゃう、嘘だろ、ヘルメットぐらいちょうだいってとか、なんかボンベ的なやつ、うわー、大好きな曲なのにな、大好きな曲なのにな、こんな数字合うかね、うわー、あはあ、ああライブ見たかったなすごい遠くまで行っちゃった、あ、キラリンした、消えてったね。富山校長がウルトラサーバーに追い出されて生放送教室に戻ってったんだって。あ、よかった、なんか知らない場所に飛ばされたわけじゃない、ね、すごい宇宙の彼方に飛ばされたわけじゃない、あ、よかった、ちゃんとしてたね、ウルトラサーバーそこ優しさがまだあったね愉快な人だね。
あれ校長目の前にいないんですよね。あれどっから来んのか、これどっかから、え、どこだ、どっから来んだこれ、あ、あ、来たか、あれか、あ、校長、あ、あ、よいしょ、あ、疲れた。いや普通に、え、帰ってきました。普通に着地した、え、まあ服は全部燃えてんだけど大気圏で、大気圏で一回燃えてる、はい、全裸だけども、え、生身だけめっちゃ強靭じゃないですか。帰ってきたよ、はい、ただいま。服着てもらっていいですか、とりあえず。いやしょうがないよ、それはチリジリになかったから全部大気圏で突破するときに。髪の毛は無事なんですね。暑かったんですか。暑かったよ。ちょっとね、ありがたき幸せ。いやね、本当にお目の 生ライダーノーツでしょ、だったあれ。そうだね、言うたらずっとだから、その文字数が多くて、はい、一切反映されることがなかった全ての曲分あって、はい、それをこうやってなんか我が子みたいなものだから、うん、それをなんかこうやってね、めでてもらって、はい、本当にありがたき幸せ幸せです、私。本当何ですか、その喋り方僭越ながらね、はい、パフュームロックスの放送後期でもちょっと今日書かせてもらったライダーノーツ読むことができるんで。読むことができるんですね。僭越ながらお恥ずかしい文字数だいぶ多めのやつがねもしもだから見たいってやつはそっちょっとページ飛んでもらって、はい、よし見てみよう、これはね。でさらにもう絶賛だからね、今ね全国遊泳中だから今、はい、パフューム研究員は、うん、パフューム6ツアー2016コズミックエクスプローラー、まあ、ライブに参加するやつたくさんいると思うけども、はい、パフューム掲示板に行き込み、まあ、巻き込んだらいいんじゃん、これ。いや行きましょう、みんな見てくれますから。ネタバレだけはみんな禁止な、これな。それはね、本当にファイナル終わるまで、ね、楽しみがなくなっちゃうから。あとそうだ、あれカナブーン、はい、めっちゃ可愛いって言われてたじゃんまた距離が、なんか俺は複雑だったよ、すごい。またちょっとやめてください、距離生まれるので、ね、ちょっと嫉妬だよね。ちょっとだいぶでしょ。でもまあ歌手歌のあれね、年下かける色白イコール可愛いって言ってて、うん、はいはいはい、まさしくもう俺に当てはまってるなと思ってるけど。いや年下じゃねえだろ、まず。年下だよ、年下じゃねえんだよ、まず。俺22だし、俺。いやすげえ無理してる。だからまあいや投げやりになっちゃった金分この野郎。明日のこの時間は我が校の進路室の大王アレキサンドロス大王が登場。アレキサンドロックス、スクールオブロック。